日はちいかわのハッピーバッグ2023を紹介したいと思います。今さら感ありますが、まだ購入を悩んでいる方、迷う必要ないですよ。この動画を見終わる頃には絶対欲しくなります。買わずに後悔だけは寂しいよ。それでは紹介していきます。バッグのタグはこんな感じです。今年はウサギ年。サイズですが、横は約48センチ、縦は約33センチです。スムーズで開けやすいチャックがついています。中には今回のグッズでいっぱいです。バッグの中にポケットはありません。それでは中身の紹介です。マルチスクエアボックス、折りたたみができるボックスケースです。広げるとなかなか大きいです。栗まんじゅうのしっぽり相席ぬいぐるみがしっぽり入ってもまだまだ入ります。ぬいぐるみを飾る前の段階で入れておくのに最適です。次はバスタオル、もう最高じゃないですか。スーパー銭湯とか行ってどやりたくなりますよね。いつも思うのですが、最初は使いづらいですが、使っていると馴染んでくるんですよね。サイズも大きくて水も吸ってくれてすごくいいです。薄めのブランケットとしても使用できますね。次はウサケツのメラミンプレート。電子レンジで使用すると焦げたりひび割れたりするそうなので、使用しないようにした方がいいみたいです。七福のアクリルスタンド、これは縁起が良いですね。これはテレビのところに飾っておきましょう。缶バッジセット、めちゃ可愛いですね。使うのがもったいないですよ。ちいかわちゃん泣いてて可愛い。ポストカードセット、こんなの可愛すぎるでしょ。昆布巻きのぬいぐるみ、お待ちしています。スマホショルダーバッグ、こんなの可愛すぎです。プニプニ感がいい感じです。縫われているのではなく、接着剤的なものでひっついているだけです。そんな簡単には剥がれないと思いますが、ちょっと気をつけた方が良さそうですね。チャック以外にもポケットあります。チャックを開けるとこんな感じ、がっつり開いてくれます。ポケットもあります。 iPhone 12 Pro Max のケース付きを入れてみます。ちょうど入りますね。長間の方は入らなかったから、持ち運ぶにはこちらです。個人的にはこっちに入れてすぐ出せることができていいかもしれない。質感ですが、サラサラで気持ちが良いです。リュックやバッグとは別にこれを持っていくのもいいですね。超おすすめ。そしてエトぬいぐるみのちいかわちゃん、うさぎ衣装を着てモコモコで、これはかわいい。かわいい、かわいい。
では1回転。大きめのウサギ尻尾あります。耳もいい感じです。禁断の衣装を脱がすとツルツルです。肉まんになっちゃった。クッション感ですがちょっと弾力のあるふわふわ感、触っていて気持ちが良いです。でも長間のエトヌイの方が好みかな。長間の方はほんとふわふわだったし、長間のハッピーバッグもおすすめですよ。長間の店長さん、宣伝しておきましたよ。こっちはこっちで気持ちよくていいです。タグはこんな感じ。可愛すぎる。次はハチワレちゃん。ウサギ衣装を着てモコモコです。それでは1回転。大きめのウサギ尻尾あります。禁断の衣装を脱がすとツルツルです。肉まんになっちゃった。かわいい。クッション感ですがちょっと弾力のあるふわふわ感、これは共通ですね。タグはこんな感じ。かわいすぎる。最後はウサギ。ウサギ衣装を着てモコモコです。ずっと触っちゃいますね。それでは1回転。大きめのウサギ尻尾あります。かわいい。禁断の衣装を脱がすとツルツルです。肉まんになっちゃった。クッション感ですがちょっと弾力のあるふわふわ感、これは共通ですね。タグはこんな感じ。かわいすぎる。ちいかわのハッピーバッグ2023の紹介でした。3人並べるとかわいすぎます。実用的なものがいっぱい入っていて絶対おすすめです。悩む必要ないでしょ。買っちゃおう。
それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。うらら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 はあ、チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー、上の動画もおすすめだよ。右上が最新動画です。